待った、何をしに来た。いや、あれはヤムチャ界の門番プーアルだよ。プーアルはお茶の名前だろ。そう、ヤムチャ界のメンバーだからお茶の名前を使うのは当然でしょ。話を聞いてんのか、何をしに来た。もう少し礼儀よく喋らせてくれないか。うん、分かったよ。話を聞いていますか。何をしに来たんです。もういい、諦めた。あるものを君たちの頭に届けに来たんだ。彼に連絡してもらいたい。納品？はい、頭なら随分待っていますよ。しかし先に身分証明書を渡してください。頭との面会はその後です。今こそあの手の出番だね。これは秘密の合図ですね。本当にあなたでしたか。少々お待ちを。すぐ頭を呼びますから。焦らなくても大丈夫さ、急いではいないからね。プーアルは合図用のページを見た途端頭を呼びに行った。そしてしばらく待った羅刹は威厳のある人影が近寄ってくるのを目にする。頭、彼です。彼が例のブツを持ってきました。先にブツを見せるのじゃ。幼児ちゃんの頭と言ったらパムしか思い浮かばなくて。この方が私たちの頭、干し芋プルプル様です。分かったら早くブツを渡してください。ミルクティーもティー、お茶だからヤムチャ会に登場しても問題ないでしょ。その前に代金を支払ってもらわないと。簡単なルールを忘れてはいないだろうね。またごちゃごちゃと。渡せと言っているんです。構わんぞ。このブツは特別危険じゃからな。彼が慎重になるのは当然じゃ。パムはここまで老人っぽい口調だったか。そうじゃったと思うぞ。いやいや、そうだったと思うよ。プーアルよ、代金を渡すのじゃ。どうじゃ、これで渡す気になったか。気をつけてくれ。それはとても危険な品だからね。ではその通り、もうお前とはおさらばじゃ。プーアルよ、やつの口を封じろ。取引が順調に終わったと思いきや。こんな危険なものを俺に売ったからには、もうお前は共犯者じゃ。秘密を守るためにはお前の口を永遠に封じるしかない。なのかはどうでもいいディテールのことになると論理的になるな。それとなぜ俺が禁人になったんだ。それはプーアルの裏設定で、危険な時に禁人に変身するの。そうか。ここの組織は程度が低いようだね。